皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルです。先日行われた叡王戦第1局で藤井聡太叡王が見事に勝利をしましたということで、このね、勝ち方が本当にすごかったのと、水面下で行われていた駆け引き、そして出口六段がどこで間違えてしまったのか、あとは最後の終盤で結構球威者の方にとってはね、本当に役に立つ寄せの基本という筋がね、隠れてましたので、そちらも細かく解説していければと思います。よければ最後までご視聴ください。では局面なんですけれども、こちらが昼休みの局面ですね。午前中最後の一手がこの2四歩と、まあ相掛かりで始まったんですけれども、で、一局を通した解説動画というのは昨日上げておりますので、よかったら概要欄からリンクで飛べるようになってますので、そちらはご覧ください。ではですね、この2四歩に対してここを同歩と、まあ昼休み明け応じたわけなんですが、これがね、お互い1時間近く考えてね、取ったというところで、まあこれはもちろん飛車をね、同飛車と回るんではないのかと思っていたところ、藤井聡太叡王が長考をしまして、次の手というのが6五桂と跳ねていったという手になってきましたね。この2四歩を入れたのは、突き捨てを入れたのは、何かの拍子の1三角からの覗きの筋とか、あるいはね、飛車の逃げ道にもなるというところの意味合い、あと2三の空間を空けているというところがね、含みがあって、この6五桂を実行したというところがね、実は見えてきたんですよね。まあ、この狙い、シンプルに桂馬が2つ跳ねてますので、中央を殺到していくというのがね、やっぱりシンプルな狙い筋として残っていくんですけども、仮に5二玉と中央に備えていくと、4五桂とね、まあ、こうやって2枚の桂馬を跳ねていってね、中央を突破していこうと、まあ、ただし6二金とね、まあ、応援も効いてしまうので、まあ、これはどうなのかなというところなんですが、金を上がってしまったら、まあ、6六角とかでね、まあ、端の突破を狙うという筋もね、出てくるんですよ。金は斜め下いけないので、6二金をね、上がってしまったことで、この狙い筋がまた生じてくる可能性もありますよね。またこれは5三からね、殺到していくという手もね、実は残ってまして、同銀に同桂と、そして同金と、まあ、桂馬を2枚を捨てて銀を取ったんですが、ここで2四のね、突き捨てが生きてくると、2三歩とね、打っておいて、同金と来たならば3二銀打ちとして絡んでいけるということでね、まあ、これで攻めがつながるぞというね、やはり中央から殺到されて桂馬2枚を犠牲にしてしまうんですが、2三の地点、空間を空けたことによって攻めがつながっていくというところなので、まあ、この歩をね、仮に取らないとしておけば、まあ、ここまで崩してからね、まあ、6六角をね、実行してもいいし、まあ、いろんな攻め筋ありますよね。なので王様のところ結構不安定になってくるので、まあ、こういった中央から殺到されると、こんなに硬かった玉があっという間に王様をね、露出させられてしまうということで、まあ、この4五桂を備えるのに5二玉とかね、まあ、中央に備えていくのはちょっとね、なかなか難しいということで、本譜はここで7五とね、まあ、飛車を引いて、これで4五桂と跳ねてきたら桂馬取れますからね。これで桂馬を根元のところを塞いでしまって、中央から殺到させないぞというところがね、隠れてましたよね。まあ、目下の桂取りなので、本譜はもちろん6六歩と支えてはいくんですけれども、ここで出口六段が決断の一手、6五飛車とね、まあ、これで桂馬を食いちぎっていっていこうと。もちろん同歩に対して取った桂馬を7六桂打ちと、まあ、こうやってね、王手角取りで切り返していくということですね。まあ、王様の逃げ方、まあ、これはね、ちょっと先手の桂馬を取って、まあ、かけているので、まあ、実質飛車と角の交換ではありますけれども、まあ、この桂馬をね、取り返されてしまうので、盤上にあった先手の桂馬を駒台に持ってしまったので、駒の効率だけで言うと先手がやっぱりちょっと得はしているんですよね。まあ、これで、まあ、王様の、ちなみにですけど、まあ、この王様の逃げ道でやっちゃいけないのは、角を取られるのが分かってますから、この飛車とのね、王手飛車ラインだけは逃げちゃダメというところですよね。さあ、戻って進めていきましょう。まあ、これも同金なのは、まあ、同銀と取った時に横がいけないのでね、まあ、一応、
成立するかは別として、まあ、9八歩という筋がちょっと残るのがおそらく気になったかと思いますね。まあ、ソフト的にはこれを無視して攻め合えば有利というんですけども、まあ、持ち時間がね、叡王戦少ないので、仮に相手をした場合に、下から打つと銀が上がって帰ることはできるんですが、おそらく両取りのね、この筋が、飛車と今日の両取りが残っているので、まあ、まだまだ大丈夫とはいえ、やはり気持ち悪いですよね。攻められながら駒を取られて馬を作るということもあるので、本譜はね、まあ、こういったところの筋を消して同金と応じることにしておりますね。さあ、これに対してなんですけども、ここが勝敗の分かれ目になったというところでしたね。本譜はここ6、7角と馬30分近く、まあ、28分考えて打ったんですけれども、じゃあこの角と比較していたのはどんな手だったのかというのがね、まあ、感想戦でも出てました。その手というのが3、4歩ですね。まあ、こちらは角を活用して、まあ、本命の手ではあるんですけれども、もちろん藤井聡太叡王の読み筋でもあるし、出口六段の本命の筋でもあったんですよね。軽く変化を並べていきましょう。もちろんこの手に対しては同飛車と応じて、まあ、これが金取りなので、まあ、これでね、銀とか上がってしまうと、角がね、ちょっと塞がってしまうので、逃げられておいて、特にね、先手不満がない展開になりますから、ここなんですけども、応対として考えられる手が、2、3角、あるいはこの金取りを防ぐこの4一玉という手がね、あったんですけども、出口六段は、ここでね、2、3角という打つ手は、角をおそらく本譜でもね、敵陣に打っていたので、自陣に打つとうまく攻めをつなげる展開にならない、ちょっと弱気だなと思って、ここは強くね、玉で寄って、まあ、飛車を切ってきてくれというところですね。これで行こうというところを考えていたみたいです。で、もちろんこうなってくると、藤井聡太は飛車を切ってきますよね。それに対して同玉という手に対して、まあ、ここで2、3歩とね、まあ、打つ手、あるいは3、4桂と、両取りもあるんですけども、出口六段は、まずは2、3歩を読んでいたというところで、これに対して、7、7角打ちとしておいて、まあ、こういったね、ちょっとアクロバティックなんですけども、角が効いているので、この王手をまずは入ると。で、4、8玉に、8、8角成としておいて、2、2歩成の時に、同馬とね、まあ、こうやって手順に馬を引きつけて、まあ、これで戦えるんじゃないのかという読みを入れてたんですけども、やはり返し技の3、4、桂打ちが読み進めていくと、やっぱり厳しいなというところもあって断念したと言ってたんですよね。なので、やはりこの3、4、桂打ちという筋が両取りで残っていくのと、あとね、王様がこちら2筋、3筋方面に行くと、このね、6、7筋の金銀が遊び駒になってしまいますので、強く戦うには心細いということなんですよね。なので、まあ、この4一玉という手は、おそらく成立しないなというところで、3、4歩を諦めたというところでしたが、変えて、藤井聡太叡王の読みは、2、3角、もちろん読んでたと。まあ、4一玉の場合は、飛車切っていけるし、2、3角も読んでいたというところなんですが、これに対して、じゃあ飛車を切っていったらどうなのかというと、これはね、同角としておいて、まあ、両取りの桂は入るんですけれども、この桂馬に対して、7、4飛車打ちというね、カウンターパンチがあるんですよ。これ、金のね、連結が悪いので、銀取り、そして桂取りというところでね、まあ、この返し技があるので、こういう変化ならば後手が良くなるので、2、3角打ちには飛車を切ってこれないというところですから、ここで読んでいたのは2、4飛車という手がね、まあ、藤井聡太叡王の読み筋。これに対して3、6歩と桂頭は狙われるんですが、2、5桂と跳ねてどうかというところを読んでましたね。で、こういう展開になってきたときに、やはりちょっと気にしてたのは、この桂馬がね、まあ、飛車を狭くしているので、まあ、いずれ駒をね、桂馬を渡す駒になるということを考えたときに、6、7桂打ちの隙もちょっと残っているし、ちょっとね、まあ、そういったことが気になってはいると。あと、簡単な狙い筋、後手からとしては、この2枚の角がね、まあ、敵陣に通っているので、まあ、今すぐ通用するかは別として、5、5角とかの筋もあるし、あるいはシンプルに6、7角成としていくようなね、まあ、こういった筋も馬を作ってという筋もあるので、
まあ、こういった展開、2、3、角と打っていれば、まだまだ難しい局面ではあった。というところがね、まあ、感想戦で分かった結果なんですけども、ただし出口ね、6段の読み筋は2、3、角というのはね、ちょっと打てなかったということなので、3、4、歩に対して同飛車は4、1、玉のラインで読んでいたが、うまくいかない。ということでね、3、4、歩はちょっと諦めて、6、7、角という手にね、変えたというところだったんですけども、まあ、結果的にはね、3、4で勝負すべきだったということでしたね。さあ、本譜ね、ここで続けてみていきます。もちろん、飛車取りなので、2、4、飛車と逃げるんですけれども、2、3、歩、そして2、6と、まあ、追い払っておいて、ここでね、3、4、歩と、まあ、これで自陣の角も通して、一応2枚の角をね、活用する算段が立ったということなんですが、ここからの藤井聡太叡王の反撃が素晴らしかったですね。その次の一手というのがこちら、6、4、歩と、このね、歩を突き捨てる、ここからでしたね。まあ、急所のね、駒ですよね。まあ、これに対して同歩と応じたことで攻めが止まらなくなってしまったんですよね。というのが次の7、4、歩というところの、まあ、この歩を使ったね、攻めというのは受けにくい。まあ、これで8、5、角成りと、まあ、引きつけて粘るんですけども、まあ、7、3、歩成り、同銀と、まあ、このね、銀を上ずらせるというのが、6筋、7筋の歩の目的ですよね。そして、8、1、飛車と打ち下ろすことができるということでしたね。で、この飛車が入ってからかなりね、まあ、先手の攻めが炸裂していったという流れです。かえってこの6、4歩に、まあ、8、5、角成りと先に粘ったらね、まあ、7、4歩がないので、まあ、どうなのかというところなんですけども、まあ、こうなってくると、まあ、これは、ま、9、5歩からね、ゆっくりならばと9、3の桂馬をね、負担になっているので、まあ、こうやってどうなのかと、かいう筋もあるし、あるいはね、歩の手筋で、8、4歩とね、まあ、こういう手もありますよね。この銀をおびき出すためのテクニックなので、どっちかはね、歩成りしてしまうと、銀がおびき出されますから、と金がね、まあ、ちょっと苦しくできてしまうということになるので、まあ、これはね、まあ、取るしかないのかなと。いうところになってきますが、まあ、仮に同歩と取ってくれれば8、3、歩が残ってしまうし、まあ、同銀と取ってくれれば飛車を打てますからね。なのでね、まあ、こういった筋もあるので、これも同馬と取ってきても歩成りがね、これが馬がずれたので、これも同銀と取るしかなくて8、1、飛車が成立するということになりますから、まあ、この6、4、歩がね、入った段階でかなりもう攻め筋に入ってしまう。8、1、飛車とね、打たれる筋がね、必ず成立してしまいそうなので、まあ、こうなってきてからは、粘ってはいくんですけども、8、1、飛車が打たれてしまうと。で、本譜はね、ここでまあ、仕方ないということで、攻め合い、7、8、歩とね、攻め合いを選んでいったんですけども、粘りに行くべきだったというのは、8、8、角成りという手がね、実はあって、まあ、これは角を切って同銀なんですけど、7一金とね、まあ、打って粘りに行くというところもね、実はあったのかというところもね、感想戦では述べてましたね。もちろん飛車取りなので逃げるんですが、8二銀と引くと竜が捕獲されるので、まあ、これは切るしかないということで、まあ、これでね、まあ、ちょっと後手陣、まあ、平たくはなってくるんですけども、先手の攻めのね、種駒というのが一応一掃されてはいるので、まあ、ここからね、まあ、粘るということはできるんですよね。まあ、ただし、シンプルに6六角みたいなね、まあ、両取りの反撃は残っているので、まあ、後手は苦しいといえば苦しいんですけれども、横から竜で攻められるよりかは、まだね、少し粘りがいもあったのかもしれませんね。まあ、戻って8一飛車に対して本譜は、角を切ってね、まあ、粘るんではなくて、攻め合いという攻めを選んだので、まあ、これはね、まあ、金銀の連結が悪いので、まあ、同金と取るしかないんですが、ここで角がね、まあ、こう取ってくるので、9、9、角成と、香車を取って攻め合いですよね。そして9、1、飛車成と、まあ、お互い香車を取ったんですけれども、やはり王様に響いている攻めというのは、このね、2枚の馬、馬はこれは、まあ、守備の方が結構効いてるし、まあ、攻めもね、一応睨んでるんですが、それよりもやはり竜の横利きがね、非常に厳しいということで、まあ、これに対して本譜は6、2、銀とね、まあ、守りに行ったんですよね。まあ、7一歩と、そこ歩を打てば硬いんですが、香車を取られたばかりなので、まあ、本譜でも現れましたけども、7七香とね、打って馬を閉じ込めながら狙われると、やはりちょっとね、
苦しい展開になるので、本譜は6二銀と、銀を引いてね、まあ、粘っていったんですが、これもさらにね、7三歩と、いや、歩を使って崩していくのがね、抜群にうまいですよね。まあ、こういったところ、非常に勉強になるなということで、まあ、次の歩成りがね、やはり厳しいので、7一歩とね、まあ、そこ歩を打てば、やはりね、同じように7七香が残ってますから、本譜はね、まあ、そこ歩を打たずに、6三馬とね、馬を引いてと金を配用していくということで、まあ、ここで、まあ、継続手になったのが7七香と、やはりここでしたね。まあ、変えて、7四桂打ちとね、非常にアグレッシブに攻めていく手、こちらもあったんですけども、もちろんこの手、藤井聡太を見えてましたね。まあ見えてたんですけども、あえて打たなかったというところでした。まあこの桂馬の狙い筋というのは、もちろんタダなので取れるんですけども、取ってしまうと歩成りが入るよということで、金銀どちらかね、と金とね、交換、まあ剥がされてしまいますということだし、じゃあこのね、銀取りなので逃げていくとどうなるのというと、やはりね、歩を打たれてしまうと。ということで、まあ、最後にじゃあ馬でね、払っていくとどうなのかというと、まあ、これでね、まあ、剥がされてという形になってくるので、まあ、こういったね、7四桂打ちのようなね、ゴリゴリに攻めていくような筋もあったんですけども、本譜はあえて7七香と打ったということでしたね。いや、この手というのがね、まあ、先ほどと同じように、まあ、狙い筋としては、本譜7四歩とね、もちろん、歩成りを受けていったんですけども、ここで走っていけばね、先ほどの7四桂馬と同じような意味合いにはなってくるんですけれども、本譜はここで9三竜とね、まあ引いたんですよ。桂馬を取ったというところで、で、藤井聡太叡王のこのね、組み立て方というのが、優勢を意識されたのがどこですかというところの質問で、まあこの9三竜とね、まあ引きつけてというところなんですけども、ここの局面を説明する際に、攻めの速度は遅くなるんですけどというね、まあ、言葉をつけて9三竜とね、説明したんですよ。なので、7四桂とね、慌てて攻めていっても勝てるのはもちろん知ってはいたんですけども、それよりかは、7七香というね、まあ、これが攻防ですよね。相手の馬を閉じ込めつつ、攻めにも効かせる手。そうすることによって、馬を封じ込めて、相手に受けさせる。それからゆっくり桂馬を取っていって、優勢を拡大して勝っていこうというところが見えてきたので、いや、このあたりのね、勝ちの組み立て方というのがね、本当に素晴らしいというか、本当に藤井曲線の作り方の秘訣でもあったのかなと。本当にタイトルを5冠取ったところの強さ。負けないし、攻め倒すしというところでしたね。いやー、こうね、続きを見ていきます。まあ、ここからは正直言って、出口六段としては、ちょっと勝ち目がないというか、まあ、本当に攻めに耐えるという展開になってきたんですけども、ここですね、8六飛車。まあ、この7三馬もね、油断ならない手で、次にね、9一香車と打っていけば、桂馬なのでね、2段目に打てませんから、実は竜は捕獲されるという狙い筋もね、まあ、こっそり狙っていたんですけど、やはりね、まあ、この辺も看破されるということで、まあ、飛車をね、活用して2枚の飛車で迫っていって、この後手の馬さえ消えてしまえばもうね、守りで怖いところないですし、あと肝心の攻めに使いたかった馬も7七香で閉じ込められているということですよね。まあ、本譜は早逃げで逃げるんですが、この次の一手もね、やはり抜群ですよね。まあここ、まあ有段者ならば一目ここ行くというところの2二歩というところでね。いやーこれね、と金ができてしまうと退路封鎖なので、桂馬を逃げることもできないということで、同金とするんですが、これで壁を作ると。王様の逃げ道がね、まあこれで壁を作られてしまって、それから控えて打つ4六桂と、まあこの金をずらしてから控えて打つ桂馬。この絶品の味でしたね。そしてこの桂馬もね、もう憎たらしいほどやはり寄せに役立ってくるというところでした。さあ、3一香車とね、まあ、桂馬は跳ねさせないぞと粘りに行くんですけども、ここで8三飛車成とズバッと切っていって、同馬に同竜と、守備の要である馬を消すことに成功する。そして自陣はね、低く構えているので、飛車を打たれる隙もないというところでね、非常に計算尽くされた寄せでしたね。で、8八歩と、なんとかね、攻め味を残していきたいというところなんですが、ここでの8一竜と、いう手がね、まあこれが最後の寄せでしたね。まあこれに対しての7一金と誘い出していくんですけども、ここでね、6三歩とね、攻めをつなげるというのがね、非常にやはり
このセンスあふれる寄せだったなと。いや、これね、まあ、7一金とね、寄りたくなるんですよね。先手で受ける。で、もちろん、ま、これで逃げていったら何してるかわかんないので、もちろん逃げるわけでもなく、6三歩と。まあ、かといってね、まあ、これ5一とね、寄ってるようじゃ弱いので、まあ、9五角とかでね、まあ、数足されても非常に厳しいですから、まあ、仕方ないのかなと。最後の勝負手ですよね。まあ、7一飛車とか打ってしまってるようじゃ勝ち目がね、非常にないので、攻め味がないので、まあ、これはね、仕方ないかなというところでしたが、ここはさすがのね、まあ、6三歩と。いや、1分将棋でね、やはりこういう手をね、バシバシと刺されてしまうともうお手上げですよね。まあ、こうなってきてはね、まあ、しょうがないということで、竜は取れるんですけども、王様の近くでね、銀を取られながらと金ができると。実質金ができて、銀を手に入れてる。そして守りの金がね、そっぽに生かされて飛車を手に入れてるので、このね、交換の価値というのはね、やはり6三歩からの6二歩成りがね、非常に価値が高い手を指しているというのが、もう見えてますよね。藤井聡太将棋の特徴の一つですよね。まあ、攻めの守りも含めて、駒の効率、本当にね、半端なくね、使いこなしていくというところで、どの盤面上のどの駒がどうやったら一番力を発揮できるのかなっていうのをね、本当に体現してくれてますよね。さあ、本譜ね、3三金と逃げ道を作りつつも、まあ、これはね、次のね、実はこの4四桂というね、本当に厳しい一手があって、歩成りなんかしてしまうと、4四桂打ちというね、この受けが本物に効かない、ほぼ、これ取ってしまうと即詰みなので、5二角からね、即詰みがあるよというね、本当に恐ろしい狙いがある4四桂なんですけども、まあ、これ変化の一例ですが、なのでこの4四桂を打たれてしまうとね、まあ、ちょっともうお手上げどうしようもないということになってくるので、まあ、本当に受けるとするならば、香車を逃げるか銀を引くかとか、ですかね。まあ、どっちも受からないんですけども、なってくるので、まあ、本譜のね、まあ、ここで3三桂、まあ、ここか。これの手に対して3三金と上がる手はね、まあ、仕方ない。4四桂を防ぎつつ、退路をね、作っていくと。まあ、粘り強いね、手ですよね。最後まで諦めない。まあ、初のタイトル戦ですから。まあ、しかしね、6三角打ちと非常に厳しい王手、金取りというところがね、まあ、残っているので、まあ、これに対して逃げていくと。そして、ま、金をね、取ってるようじゃ、ちょっと攻めがね、そっぽに行ってしまうので、まあ、これはね、終盤では、基本的には指してはいけない手ですよね。ここで5二とと、まあ、寄っていくと。で、金はね、まあ、最後に金を取ったら詰ませますよというところのね、まあ、切り札にも取っておけるので、これは5二ととして、相手の守り駒を剥がしつつ迫っていくと。まあ、4一銀からね、と金を寄っていくみたいなね、ちょっとずつ、間違いなくね、本当に確実な攻めというのが残ってますから。本譜はね、ここで7一金と、まあ、次6二金などでね、まあ、と金が消えれば、まあ、この5二の地点を受けていこうというところなんですけども、この終盤でね、活用するのに、7一金、6二金など2手をかけないといけないというのがね、この8一竜を取らせたところの、本当に、この終盤で手を使わせないと金を活用させませんよというね、本当に素晴らしいでしたね、8一竜は。本来であれば、金がね、駒台にあれば一手でいい場所に行けるわけじゃないですか。あるいは、本当に一番いい場所にも配置されていれば、もうゼロ手で働いてくれるんですよ。しかし、8一金と取らせることによって、この金を活用させるには、この大事な終盤で一手二手かけないと働けないというね、まあこういったところをね、含めて本当に終盤で、本当の強さがね、こういったところで細かく、緻密にね、まあ計算された寄せだったんだな、というのが見えますよね。さあ、本譜は4二とと銀を剥がしていくんですけども、同玉と。それに対して、ここでね、まあ4一銀などでね、まあ絡んでいってシンプルに、まあいけるんですけども、まあこうなってくるとね、6二金とか、まあこの金がね、まあ顔が立ってくるというところもあります。まあただこれもね、寄ってはいるんですけども、ちょっとね、まあ5四桂打ちみたいな、ちょっとアクロバティックな手を打っていくというところも必要になってきますので、まあ本譜はね、こうスマートでしたね。次の一手が4五桂とね、まあ、ここでね、駒をね、さらに使ってと、盤上の駒を使って寄せていくというね、非常に素晴らしいですね。これが金取りなので、いやー、先手玉は安泰。そして駒をね、丁寧に剥がしていってというところでしたね。まあ、ならばと、まあ、6二金とね、まあ、5二の地点を受けながら、角取りではあるんですけども、3三桂成と、
金を剥がした手を見て、ここでね、まあ、出口六段も投了となったというところでしたね。まあ、投了図以下ね、まあ、今回はね、ちょっと細かく説明していこうかと思います。ちょっと動画最後になりますけども、よかったらお付き合いください。まずは同桂から。一番やっちゃいけないのは同桂ですよね。というのも桂馬なので、この3四桂という手が成立してしまいます。3二に逃げていくと、もちろん2二金と一手詰めになってしまいますので、この桂馬を跳ねられてしまうと、逃げ方というのは、まあ5筋、5一玉と、まあ、逃げるしかないんですけれども、ここで4二銀と王手しておいて、ここからですね、寄せの手筋でよく出てくるんですけども、この金をね、無力化させるというところで、5二銀打ちと、まあ、金でね、取らせるということですね。取らせることによって利きがなくなるので、まあ、7二金打ちというところで詰みということですね。なので5二銀、まあ、逃げていっても角が効いているので、8一金打ちまでというところになりますから、まあ、同桂からのね、まあ、この3四桂という筋が成立してしまうと寄せられてしまうと。ならば同香と取ればどうなのかというところもありますけども、4一金と打っておいてからの3一銀とね、打ちと、これで縛る手というのがね、まあ、寄せの基本ですよね。まあ、こうやって逃げられないようにしておくというのが寄せの基本となります。まあ、2四歩とね、まあ、逃げ道をつけることはできるんですけれども、やっぱり上がね、狭いので、まあ、どうやってもね、まあ、寄せられてしまいますよということですね。まあ、こうなってきてしまうと、まあ、あとはね、本当に非常に苦しいんですけれども、まあ、寄り形ということですね。まあ、同銀に対して2三銀と打っておいて、まあ、上がるんですけれども、1四銀なりと、まあ、これはね、角と銀の連動したよくある詰み筋にはなってくるので、まあ、どこ逃げてもいいんですけれども、頭にね、まあ、なっていけばというところで、詰みということになります。なので、一番最善で粘るならば、同玉なんですけれども、まあ、同玉に対しては、4一角成とね、うまく迫っておいて、退路封鎖ですね。まあ、次に3五銀とかね、打っていければいいし、というところで、空間を空ければ、やはり4一馬からのね、この2三のラインも含めて迫っていけるので、仮にね、まあ、桂馬とかで、3二桂などで、馬筋をシャットアウトすると、まあ、5一馬と、いうところから寄せることもできますし、まあ、あるいはね、まあ、本当に難しく打ってもいいんですけども、まあ、いろんな攻め筋があるんで、3一桂馬ならこのね、香車取っても、まだまだ全然先手玉寄らないので、いいということにもなりますしね。なので、まあ、この4一角成があるので、まあ、飛車でね、香車に紐をつけておいたとしても、先ほど説明した3五銀という筋がありますから、まあ、これがね、非常に厳しいですよね。桂馬と連動しておいて。まあ、同歩と取れば3四銀と打っておいて、逃げる手に対して、まあ、2四歩とね、まあ、打っておけば、まあ、これで飛車がね、結局動けないんですよね。この4一馬が効いているので、まあ、こうやって迫っていくだけで受けがね、効かなくなっていくということになりますから、まあ、この3三桂成は何で応対しても、ちょっと一手一手と。いうことで、投了やむなしと。そして先手陣は、即詰みもなくと。まあ、盤石でしたね。こうなってくると。というところのね、まあ、藤井聡太叡王のね、素晴らしい将棋。ちょっと長くなりましたけども、細かくね、まあ、ハイライト的に解説させていただきました。これからもね、まあ、藤井聡太叡王の将棋はもちろんですけども、こういうなんか手筋とかをね、テクニック集なども、結構、気力向上できるようにね、何か、そういった動画も上げていこうかと思いますので、よかったらチャンネル登録や高評価していただければと思います。それではね、ちょっと長くなりましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。